じゃあ自民党本部で会見を開いた二階俊博元幹事長、残りの任期を全うし次の衆院選に出馬しない考えを示しました。二階氏の衆院選初当選は1983年、当選回数は13回。二階氏をめぐっては派閥の政治資金パーティーで収支報告書への不記載が5年間で3526万円あったことが発覚し、党が処分のあり方について検討していました。毎日放送ですが、やはりその政治資金パーティーのもので不記載であったことの責任を取られたと考えていいんですか、それとも二階先生の5年例の問題なんでしょうか。いや、不記載、政治資金を招いたということを今日申し上げた通りでございます。年齢の制限があるか。年齢制限はないですけど、お年を考えたということではないと。お前もその年来るんだよ。